中川博隆の絵本読み聞かせやっしょう。小豚のブルトン。秋は運動会。拍手。作中川博隆へ一美香。ダーンダーン。朝から花火が上がっています。今日は運動会。ああ運動会か。 ブルトンは少し億劫でしたあんまり運動が得意じゃないからです「ブルトン行くぞ!」大きな声が聞こえましたブルトンが窓を開けるとそこに高崎さんとアンドレが立っていました「ブルトンまだそんな格好してるのか早くしなさい」「分かってんよ今行くよでもちょっと待ってまだ朝ごはん食べてないんだ朝ごはんなんかいらんパンク行きよそ出ればいい」 あれは腹いっぱいだと勝てん食べる気がしなくなるからの」と言いながら高崎さんはポケットからおにぎりを出してむしゃむしゃ食べ始めました何食べてんのか高崎さんわしはパン食い競争には出ないからな何それずるいアンドレは準備体操をして早くもやる気満々ですアンドレはいいよな何やっても早いしうまいし大丈夫ブルトン何とかなるってアンドレはいつだってそれだ3人は会場のどんぐり広場に向かいました 会場では早くも赤組と白組2つに分かれて応援合戦ですうわー盛り上がってる僕たちはどっちの組なんだろうブルトンが言いましたあれ高崎さんがいないけどどこ行ったあ、あそこアンドレが指さす方を見ると高崎さんがいつの間にか赤組の応援をしていますフレープフレー赤組高崎さん早すぎるそっか高崎さんは赤いから最初から赤組だったんだ し仕方がない僕たちも赤組になろうパンパカパンパンパーンパンパンパーレが鳴りましたいよいよ選手入場です2人がゲートに行くと運動会に出場する選手たちがたくさん集まっていました「これじゃ歩けないよ」前の方からブツブツ文句が聞こえます「とどじいさんが夕べから酔っ払って寝たまま動かないのです」「ただじいさん起きてください」 ビーーバがいくら言っても目を覚ましません。しょうがないなあまただよほっとこうみんなとどじいさんをふんづけながら行進が始まりましたパーンパパパ,パーンパーンパーンまたファンファーレが鳴っていよいよ選手宣制です段の上に登ってきたのはなんと高崎さんでした何で高崎さんさっきまで応援してたのに高崎さんだな 高崎さんは大きな声で言いました「我々選手一同は正々堂々と力の限り戦うことを誓います」「選手代表高崎大五郎」いよいよ競技の開始です最初の競技は玉入れですよーいピー白組にはキリンがいました「うわーあれじゃ勝てっこないよ」「ブルトンが言いました大丈夫任せなさい諦めないで頑張るんじゃ」 高崎さんはみんなを励ましましたキリンは味方から球を受け取るとジャンジャンスカスカ揺れてます赤組はアンドレが一人頑張っていますが圧倒的に白組の方が優勢ですピーおしまいの笛が鳴りましたさてどっちが勝ったかなイーチーとみんなが数え始めると白組からアーンというため息が聞こえました白組の籠には1個も入っていません あれだけ入れたと思ったのにすると高崎さんは小さな声で言いましたわしが言うべバスケットのゴールに変えておいたんじゃ高崎さん全然正々堂々じゃないじゃないあ、そうとも言えるそうとしか言えないよアンドルが呆れて言いました次は綱引きです太い綱が用意されました白組には白象や白菜白熊と力自慢が目白押しです あんあっちにあんな力持ちがいるもう勝負ついてるよん。ブルトンがまたそうつぶやきました。高崎さんは明暗を思いつきました。そうだ、トドジいさんだ。そう言うと高崎さんは綱の端をトドジいさんに結びつけました。これで準備 OK! いよいよスタートです。O.S.O.S. OS アンドレなんで綱引きの時って O.S. って言うんだろうね。そんなこと言ってないでしっかり引いて、ブルトン。 先頭の高崎さんも真っ赤な顔をずもっと真っ赤にして懸命に引っ張っていますでもあんまり力が入りすぎてブーおならが出てしまいましたその臭いこと臭いこと思わず全員綱を離してしまいました離さなかったのは高崎さんとトドじいさんの2人だけ「やったー勝った勝った!」高崎さんはトドじいさんの上に倒れながらそう言いました「高崎さんたらー」 ブルトンは花をつまみながらそうつぶやきました。その後もいろいろな競技が続きます。朝ごはん抜きのブルトンはやはりパン食い競争に出ました。白組からは名前にパンが付くというそれだけでパンダが選ばれました。よーいド、ダン手を使わないでパンを食べます。ブルトンはおいしそうなあんぱんにかぶりつきましたが、パンダはパンよりも柱の竹に目がありません。柱をむしゃむしゃ食べ始めました。ほら竹じゃない、パンだよ、パン と言っても聞きませんその隙にブルトンはゴールパンダは柱をくわえたまま動こうとしなかったのでそのまま失格になってしまいましたアンドルは障害物競争に出ましたアンドルはスルスルと網を駆け上がり平均台を渡り運転もスイスイこなしていきましたあまりの速さにみんなびっくりアンドルにピタッと追いすがっているのが高崎山の小猿でした 小猿もスイスイ種目をこなしていきましたが最後のトンネルくぐりで立ち往生暗いのが怖いと言って泣き出してしまいましたアンドレは難なくゴールインそして最後はだるま送り選手全員が赤白に分かれて参加する運動会最後のメインイベントです選手が一列に並んで張り子のだるまを後ろから前に順々に送っていく競技です よーいどん赤組は並ぶところで手こずりました。ととじいさんが寝ていて動かないのです。みんなでくすぐったり叩いたりして起こしているうちに白組は素早く並んでだるまを送り始めました。早く早く負けちゃうよ任せなさい高崎さんです。こうなったらわしがだるまをやるそんな最初からだるまじゃない。アンドルがひんやり言いました。 高崎さんは服を全部脱ぎ捨てて、さあ行くぞー、みんなの頭の上を飛ぶように走っていきました。みんなは手を動かして、サも送っているように見せました。でも白組はもうゴール間近です。トドじいさん、一かばちかやっておくね。トドじいさんはそれまでの人生で一番キリッとした顔で頷なずくと高、高崎さんのお尻を思いっきり叩きました。 高崎さんはゴールをめがけてまっすぐ一直線に飛んでいきました。そして白組を抜いてゴールインやった勝った勝ったさあ、だるまの胴上げだ。わっしゃいわっしゃい高崎さんは胴上げされて本当はすごく嬉しいのに笑うこともできません。手も足も出せません。みんなに高崎さんっていうことが分かっちゃいけませんからね。でもその時ブルトンが見つけました。 あれちょっと見て見て高崎さん小さいピース出してるよほんとだほんとだなんか笑ってるみたい笑ってる笑ってるおしまい